私たちは今北海道の黒松内町にいます、はい、私はだいたい函館から小樽に向かう途中の真ん中の間ぐらい間ぐらい今日の目的地は富士山、はい、今日は山を見て、うん、ダチョウに餌をあげて、はい、岬に行きます、はい、なんかなんだっけ蝦夷の富士と呼ばれる羊蹄山っていうのがあるらしいんで、うん、そこに行くのと、うん、ダチョウのダチョウ、ね、餌あげに、うん、あとあれプリン食いたいダチョウのプリンなのらしい美味しいらしいあと絶景の岬ねうん絶景の岬行きたいと思います行って夜は小樽、うん、あそうだね付近にまで移動します小樽も何もかも初めてだわ移動距離がやっぱ長くなってきたね北海道、うん、ね一本の距離がさ144キロ出ちゃうもんね144キロ道なりですって言ってびっくりさすが北海道ってああ何もかも楽しいですはい、それじゃあ早速行きましょう着きました羊蹄山のビューポイントビューポイント富士山羊蹄山はどちらにこちらですじゃじゃんあれいやでも雰囲気は感じる雰囲気は感じるすごい綺麗な雰囲気はもう少し見そうだねそうだねなんかダチョウとか行ってる間に晴れるんじゃないか他のビューポイントね違う角度から見るビューポイントもあるうん。次期待しよう。期待しましょう。ダチョウだダチョウ。ダチョウ行きましょう。もういる。いっぱいいる。え、ちょっと怖いかも。大きいね、思ったよりも。大きいね。あのこっち見てるよ。餌待ってるよ。これ等身大かな。確かにえ、これ等身大だったらすっごい怖いでも割とそうなんじゃないわかりました大きいよ本当だ冷凍ドライピーすっごいカチ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 へえー。じゃあ1時間解凍させましょう解凍して楽しみだねうんあとダチョウの餌買うミヤツダイを入れてとりあえず人え、何なんだろうこれミミズかなないないない何だろう、あの下流っぽい感じの音へえ。ちょっと怖いかもしれない、餌やりめちゃくちゃ大きいよ何だろう怖いよつぶらな瞳ってことで富士さんが今から餌あげます見て見て大吉よかったね、うん、気をつけて袋食べるって、はい、中が何かお予想外何見ておせんべいみたいなはじゃあこの子にあげますごめんなさい雑にあげちゃったえ怖いかもしれない超怖いねうんあげようおお直接あげろんあげないあげない怖くて無理だよあうんおおすごい生き物になったよめっちゃ詰まってきたすごい音するからさこれ手で疲れたら痛いと思う超痛そう突き指するらしいよえ絶対突き指すんじゃんえ怖いよ怖い本当にビビるいやこれはビビるよ痛そう いった痛った皮がかじられるいたいたいた痛いよ痛いよ勇気あるねなんでそういうことするの
腕時計回れない、大丈夫。あ、あげないから大丈夫。お、うまいんじゃない、この子は食べるのが。いった、そっけ。触った、俺ダチョウ。私は触れない。もうこの子食いしん坊。こっちの子にあげたい。いって俺の手じゃねえか、それは。あ、すごい、こんな。あー。おー。おー。いや、貴重な体験だったね。あ、本当に。怖かった。よしよし。北海道初パンや。ねえ、パンも美味しいって言うから楽しみだね。完璧卵のカルツォーメ。カルツォーメ。カルツォーメ。あとね、やっぱ塩パン。さあ、これで行きましょう。道の駅に来ました。すごいいろいろあってんね。ね、はい、100円でございます。はい、ってことで着きました。羊蹄山のビュースポット2。じゃん。この池で逆さ富士が、逆さ羊蹄山が見えるらしいです。こんな感じ。あれ、山はダメだ。山はついてなさすぎる。山はいつもね、うん、曇り。山は曇りだからあちらに、うん、湧き水がある。はいはいはい。あっちに。じゃあここでさっき買ったトマトを、ね、洗って食べます。はい、よかったよね、美味しそうなトマトが。さっき地元の人に生でも飲めるらしいって教えてました。羊蹄山の湧き水毎日飲んでるって言ったね。うん、おいしい。おいしい。いいね、うん、甘い。おいしい。当たりのトマト、うん、おいしい。じゃあとは湧き水を汲みますか。いいよ。わ、冷たい。うまっ。冷たくておいしいね。うん、あ、うまいわ。いいね。いいね。北海道に来た感じするわ。ほんとね、大自然がいっぱいだ。あ、でもあの羊蹄山登りたかったんだよね。なんか頂上登ると、うん、日本海と太平洋見えるらしくて。両方？うん。でしかもなんかお鉢みたいになってさ、うん、頂上。頂上もまた一周するのに1時間ぐらいかかるらしいんだけど。うん、ただ登り4時間、下り3時間半とかかかる。がっつり登山だね。そう。なんでちょっとね、俺ら倒れちゃうかもしれないから今回は断念したんだけど、羊蹄山登りたいな。私は綺麗な羊蹄山見たいの、北海道中。大変、ふえさん。はい。ちょっとこんなのが書いてあったからさ、俺ら日本一って言葉に弱いんだよね。この公園でね、どら焼きを食べようと思ったんだけど、さっき買った。さあ、日本一美味しい水があったんで、また汲みます。せっかくならいっぱいいただきます。ちょっと流してからがいいって。冷たくなるまで使っておきます。どう？いや、美味しそうな香りがする。香り。ここはレルヒ記念公園って言ってね、レルヒ中佐って人がスキーを教えたんだって。で、そのレルヒ中佐2年間ぐらいさ、このスキーの町にスキーを教えてくれたんだって。で、なんか羊蹄山とかも登頂するほどの偉業を成し遂げたみたいな。重い。そんなレルヒ中佐を称えてレルヒ記念公園っていうのができたんだって。あちらに像が。あ、飲んだ。飲んだ。どうだった？まろやかでミネラルたっぷりな味がした。日本一。日本一。
水だ。噴水があってね、あと羊蹄山が本当は綺麗に見えるらしい。今日もまだ曇りです。残念。溶けました。お、よかった。食べ頃です。いくらしたんだっけ、これ。これね、350円。安いね。てか大きいね。そう。ダチョウの卵さ、1個3000円ぐらいしたよね。そう。超高級なんだと。全然知らなかった。ね、そのダチョウの卵を使ってるどら焼き。早く食べ、早く食べ。はい。早く食べたい。いただきます。なんかダチョウの卵の方がなんだっけ、白身が多くて扱いづらいけどうまく扱うと美味しいみたいな、うん、違う生地、うん、なんか、うん、しっかりカステラみたいな感じがする。はあ、なんかしっかりしてる。ふわふわな感じじゃなくて、うん、生地がしっかりしてて、へえ、美味しい。いいね、うん、美味しい。なんか卵の味を感じる。それダチョウの卵、うん、あのダチョウ、私たちの餌で大きくなったね。そのダチョウじゃない。はい、ありがとう。いただきます、はい、うん、おっしゃる通り。お、一緒だよね。そうだよね、うん、カステラみたい。なんかふわふわっていう感じよりは、うん、卵がずっしりドンって感じ。ずっしりドンって感じ。ずっしりドン。うん、でもわかる。繰り返さないでもらえるから。いつものドラ焼きとどっちが美味しいかわかんないけど、どっちも美味しいね。美味しい。私は楽しかったね。またね。超怖かったけど。いや、よく言ったよ、翔くん。動物苦手なのに。動物怖い。私動物得意だと思ってたけどね、うん、ダチョウを目の前にしたら怖かった。触ったけどさ、手触り悪かったわ。そうなんだ。ハゲって。昔はね、うん、4人禁制だった。うん、女の人入れないってこと？うん、1830年ぐらいから入れるようになった。よかった、今日入れるね。じゃあ行きますか。はい、じゃあね、200円。でもね、こんな綺麗な道だとは思わなかった。ありがたいね。綺麗。海外。海外だよこれ。中国とかで見たことある。こういうの。中国の。あ、バン。イメージ。バンリの長所。バンリの長所だ。それ。ね。着いた。先端だ。すげえ。絶景。絶景。今日くんあれだって言ってたね。新潟の清津峡を超えた。今まで絶景一番だったんだけど、うん、超えた。ついに更新です、ね。うん。これはもう外国だわ。確かに。海外。確かに。私もいや悩むけど、1位タイ。タイ。清津峡とタイ。タイ。だね、すごい。マジ来てよかったわ。こんな感じで360度ね、本当に綺麗。うん、見えるかな、カムイは。あちら、カムイは義経を持った女の人の岩、うん、飛び降りてね、岩になっちゃったなって。悲しい話だ。悲しい話だ。これどっちが日本海？これ日本海か。うん、日本、うん、そうだね、両方日本海だ。日本海だ。両側が近い。近いね。すげえわ。最高の景色です。うん、北海道こんな景色ばっかりかな。楽しみだね、うん、また超えちゃうかもよ、すぐに。いいね。どんどん超えよう。タルの近くの道の駅来たんですけど、うんうんうん、もうすっごい混んでます。びっくり、びっくり、うん、どこを選んでも隣の車が止まってるっていうのは初めてだよね。初めてだよね。
今まで1台とか2台、2、3台ね、周り開けてたんですけど、開けられないぐらい混んでる、うん、やっぱり北海道涼しくて、うん、車中泊しやすいから人気なんかもしれない ね、うん、ね、この時期は混んでるかもしれないね。うん、今日も良かった。うん、楽しかった。ダチョウでしょ。ダチョウで、どら焼き、パン、羊蹄山がね、見れなかったのもちょっと残念だけど、うん、あとは亀井岬、俺の絶景1位だな。今日更新しました。うん、よかったね。めちゃくちゃよかった。いろんな人連れて行きたい。最高でした。ああ、本当に。俺たちは7月31日まで北海道いて、7月31日からは本州戻っちゃうんで、うん、で弾丸、うん、で回ることになるんだけど、いっぱい満喫しようね。そうだね。ああ、要所要所押さえて、押さえて、しながら急ピッチで回ります。急ピッチで回っていきたいと思います。うん、回れるかな。とりあえず明日は小樽。そうだね、うん、小樽行って楽しみ、一番ね楽しみなんだ北海道。あ、そうなんだ、うん、小樽。小樽は好き。へえー、じゃ満喫していきましょう。はい、じゃあいいかな。うん、それではバイバイ。おはようございます。